い皆様、すでにね、少ない人数ですが、お待ちいただいておりますが、もう少しで開始させていただこうと思っております。聞こえてるかな？これは、ちょっと。あ、聞こえてますね。じゃあ、早速ね。始めていこうかなと思いますが、どこだ？画面が多すぎる。これだ。よし。久々ですね、このタイプのやり方。24時間配信ぶりのやり方です。ドキドキしてますが、ね、今日はスペシャルなゲストをね、お招きして、ゲームを見ていくわけですが、あ、ありがとうございます。ラブアメフトさん。はい。これ、ズーム、久々すぎて、もしかすると、ハウリングしちゃうんじゃないかなっていう心配をね、してます。はい、ありがとうございます。ワクワクサンキューさん、楽しみです。ありがとうございます。今日はね、目の前のテレビに画面も映してるので、チャットはね、できる限り早く反応してね、見ていきたいと思いますが、その心配チェックのために今 AirPods で確認してるわけですが、はい、今日は初めてこの月アメのねシステムを使いつつ、まあ、まだまだ Zoom が残ってるので、バーという形でやっていこうかなと思いました。背景こんな感じでやらせていただいてます。はい、不定期開催のバー MFC ということでね、皆様いらっしゃいませ。さあ、ちょっとね、その本日のスペシャルなゲストのね、登場を少しお待ちしましょうかというところですが、はい、ちょっとまあいらっしゃる前にね、本日は私この丸 F をいただかせていただきます。皆さんもぜひね、お手元にお酒をおつまみ等をね用意していただきながら、まあだらだらとね、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。今日もね、各チームから事前に、データいただいております。各チームのキャプテンからもね、情報いただいてますし、すごいですよ。ブルージさんとかね、こんな感じでね、まあ、ちょっと遠めに映させていただきますが。ありがとうございます。早速スーパーチャットありがとうございます。ラバーベフトさん、缶ビールぐらいのお題かもしれませんが、どうぞ。ありがとうございます。ねえ、もうすごい搾取するんですよ、 YouTube さんはYouTube さんにお世話になっておきながら言うのもあれですけどね、はい、少しずつね、視聴者増えてきましたね。今日はね、もちろんこの入れ替え戦の話もそうですけども、その手前にね、少し話できればと思うんですが、お、来ましたね、工藤さんが。では、工藤さんに入っていただきましょう。お、すごい、X リーグや。あー、ちょっといろいろ混雑しすぎてるな、これ。ちょっと待ってくださいね。工藤さんの声が、まだ、あ、そういうことか、こっちや。あ、こっちの YouTube の音がすごい、クスリングや。まずいまずいまずい、これはまずいぞ。こうだな。はい、工藤さん入れましたか？入っていただきました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。クノーさんの声、これどうやって入れたいんやろ。ちょっと待ってくださいね。これはまずい。YouTube の音が。すごい、クスリングや。まずいまずいまずい。これはまずいぞ。これまずいな。待ってよ。YouTube の音が入ってるから。このスピーカー。あ、
あ、やっと、工藤さんの声、今、聞こえますか？入ってます？あ、入りました。入ってますか？いらっしゃいませ。よろしくお願いします。お願いします。工藤さんの声、ちょっと待ってよ。これ。そっちの YouTube の音が入っちゃうかもしれない。あ、そういうことですか？そっちで YouTube 流してるってことですか？いやいやいや、いや、あと、なんか多分、遅れて、収録音が入ってきてるんで、大丈夫ですかね？本当だ。これなんでやろう。本当ですよね。あ、やっと、工藤さんの声、今、聞こえます。入ってます？あ、多分、その YouTube 側の音声をオフにしてみると、どうですか？お願いします。ちょっと待ってください。ちょっと待ってよ。これ、そっちの YouTube の音が入っちゃうかもしれない。あ、そういうことですか。そっちで YouTube 流してるってことですか。おかしいな。ちょっと待ってくださいね。これはまずいな。めちゃめちゃ音入ってんな。どっから入ってんだよ。ちょっと待ってよ。あ、そうか。これ、オートで開いてる方か。こっちか。わかった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 。すいませんね。これだ。これだ、これだ。よし。久々すぎて、このシステムが。やばいやばいやばい。待ってくださいね。これでいけたはず。お、久しぶりすぎてよく分かってないですけど、ね。はい。あ、これでどうですか？いや、もう全然大丈夫だと思います。消えましたよね、多分。危ねえ、うん、あたふたしちゃった。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。じゃあちょっと僕はビールをいただくんで。工藤さん、なんか飲み物お持ちですか、今日？あ、じゃあ、ありますあります。あの、全然ご用意いただいて、ゆっくりダラダラ。はい。ダラダラしすぎるとちょっとね、チームから怒られそうですけど。そうかそうか、チャットを開いてるから YouTube の方が入ってるんですね。すいません。失礼しました。YouTube の何も開いてないので、失礼ながら、本当に。何のコメントも読めない状況。あ、いいですよ。いいですいいです。あの、僕がね、画面映してる状態なんで。はい。そうか。これで、こうやな。よし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 。はい、では、お疲れ様です。金曜日の晩に。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。あー、マルエフうまい。ちょっと、尿酸値が 7.5 を超えてちょっと心配してるんですけど。そうなんです。あの、痛風一家なんでビビってるんですが。あ、そうですか。僕、お酒一滴も飲まないですからね。言いつつも飲んじゃいますが、はい、早速ね、チャットでね、入れ替え戦熱いですねというような、あ、元コーチ D さん、アメフト解説のね、最近ありがとうございます。音ちゃんと聞こえるようになりました。そうです、ごめんなさい、僕はね、この今皆さんの YouTube の画面上にね、右側にチャットの画面を映してるんですけど、このチャットの画面を映そうとすると僕が YouTube を開くんですよ。だから、あの、そっちがね、開いたまんまで、なってたんですけど、工藤家の冷蔵庫すぐ横って込めて。そう、ここにいますからね。いいな、俺ちょっと取りに行かないといけないのかな。はい。暖房が暑いので、半袖やった方がいいかもしれない。あ、全然全然。はい。で、まあ、今日はですね、事前に皆様にもお伝えしますし、まあ、工藤さんとはね、簡単に打ち合わせさせていただいてたんですが、はい、まあ、入れ替え戦ですね、来たるこの2日後、19日にある入れ替え戦、入れ替え戦そのもの、結構久々ですよね。うん、そうですね、もう2年ぶりとかになるんかな。そうですよね。まあ、なんかそのね、学生に関しては入れ替え戦今ないですし、うん、あの、社会人の入れ替え戦ということで、うん、久しぶりだなというイメージがありますよね。ちょっとね、ぜひともそれを盛り上げていけたらなということで、まあ、事前番組を初めての試みなんですが、やってみようかなということでね。そうですね、本当、初めて見ますね、これ。はい、ね、アメリカンフットボールでこの事前にこの特集をするっていうのは、X タイムズさんはやってますけどね。そうですね。はい、僕、声こもってますね。あ、なんかこもっちゃってて残念っていうのね、コメント来てるんですけど。すげえ、スパチャ飛んでるんですね。そうなんです。ありがとうございます。乾杯、いつもありがとうございます。ということで、ね。いや、もうありがとうございます。こちらこそ、もう本当にね、皆さんからのスパチャがないと僕、多分今回、今年の、あの、東京、関西間の往復、本当にできなかったと思います。あの、もちろんね、クラウドファンディングが、
原資にはなってますけど、うん、本当皆様のご支援のおかげでできました。ありがとうございます。で、ちょっとね、事前の打ち合わせでもどっから触れていこうかって話をしてたんですけど、うん、そうですね、まあせっかくなんで、ちょっと、まあいきなりね、ああ、もっとこっちでいいさんから、X リーグ入れ替え戦開催予約って乾杯、いや、そうですね、久々ですからね。そうですよ。なかなかね、こう、資金面だったりとかもあって、こう、実は、優勝してるけども、まあ入れ替え戦ができないっていうチームもね、はい、ありましたので、まあ、うん、本当にそういった意味でも久方ぶりの入れ替え戦という形になります。で、もちろん今回は入れ替え戦をメインに話していきたいんですが、とはいえですね、まずは明日、行われます、ちょっと工藤さんの画面が一瞬が工藤さんからすると見えないと思うんですが、明日はですね、この茨城セイバーズ対、下町ゴリラーズが10時からキックオフ、うん、こちらも私どもの方でですね、まあ、実況、をさせていただくということで、まあ、これにね、うん、触れずに行くのはちょっと失礼かなというところがありまして、ね、まずこれに関しても簡単にちょっと触れていきたいなというところで、まあ、ゴリラーズ、茨城セイバーズともに、まあ、X3 から、まあ、近年這い上がってきたチームということなんですが、うん、この辺どうですか、前節こう X3 との合同チーム下町ゴリラズさんやって、やはりこう、まあ、もうもはやもう X3 のチームでは全くないなという、まあそうですね、まあうん、圧倒的に DL がやっぱ強いイメージがありますね、うん、サイズも大きかったりとかしてで、うん、まあ、ラインバッカーも充実していて D が硬い印象がありますね、うん、僕の中で、まあ、対するセイバーズは、うん、まあ、クォーターバックとラインバッカー兼入している三浦選手、はいはい、三浦健太郎選手が、まあ、東京農業大学出身で、うん、高校が横高かな、横浜高校だったと思うんですけど、あ、そうなんですね、なかなか、いい選手だなっていうふうに僕も見ていて、思ってます、うん。なので、どうでしょうね、まあ、その、セイバーズからすると、あまりこう、シーズンが、充実してなかったことであったりとか、うん、いろいろあったのは SNS を拝見していたりとかして思うことはあるんですけれども、はい、そんな中でもすごい、立ち上がってきたといいますか、しっかり、整備されてきてすごいなっていうような印象ですね、僕の中では、うんうんうん、やっぱりどうですか、戦前予想といいますか、どちらの方が優位、やっぱ、ジン選手、うんうん、キャプテンですね、下町ゴリラーズの。やっぱり、そこの一発ですよね。僕も練習試合とかさせていただいた時に前、はい、印象的だったんですけど、やっぱそこの一発が怖すぎるっていうイメージですし、うん、まあ、他、だからって言って、他のところが大丈夫かなって言って、うん、言うわけでもないので、他のターゲットをやったとか、うん、まあ、やっぱり、ランも止まらないくはなるので、どういうテンポで、ゴリラさんがプレーを組み立ててくるのかっていう、そのテンポを予想した上で、なんか、なんでしょうね、セガンさんが止めていけば、いい感じにモメンタムをこう奪い返せるっていうか、持ってこれるんじゃないかなっていう感じはしますし、セガンズさんのオフェンスで言えば、その、前節までにやってきたことを、まあ、総復習じゃないんですけど、やれればいいんじゃないかなと思います。なるほど。ありがとうございます。こう僕はゴリラズさんの試合もちょこちょこ、うん、配信させていただいてて、まあ、もちろんねキャプテンのこの陣龍之介選手もそうなんですけど、結構これ今回見て恐ろしいなと思ったのが、うん、植木戸海選手49番のランニングバックなんですけど、東北大学出身の選手なんですけど、うん、まあフルバックみたいな感じで体重92キロとで結構ゴリゴリもう一どこの試合だったか忘れたんですけど、もう植木戸選手だけでゴリ押してきたゲームとかがあったりして、ありましたね、ありましたね、結構ちょっと、まあ、ジン選手だけじゃないのかなと警戒すべき選手は、そうですね、まあ、バランスがいいと言いますか、テンポ感がよく攻めてきますから、うん、そこが怖いところですよね、正直、うん、まあちょっとね、まあ明日10時から、まあ朝早い時間なんですけどね、私もこうのんきにビールを飲んでる場合ではないんですけど、
朝からね試合になりますが、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、コメントでね、明日マイク担当します、現地のねマイクですね、あのいつも石川さん、はい、そうですね、石川さんですね、はい、ありがとうございます、あのいつも何回もやらせていただいてもなりますけど、あ、川崎来たなって感じします、ね、あそこ行ってね。はい、ラブアメフトさん、今週末は大学のアメフトの試合があり、アミノバイタルフィールドの売店お手伝いなので、あいにく生観戦できませんが、中継見ながら応援させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ヒロさん、こんばんはということでね、こんばんは。結構、この時間で、ゴールデンの時間ですけど、見てくださってますね。そうですよね、本当に。37人。そうですよね。意外と、本当は、多いなぁと思って。はい、僕、始まる前に、この裏で、ライズが、あれやってるんですよ。インスタライブやってて。あ、そうなんですか。それ見て、大丈夫かと思って、ライズを被るぞと思いながら。いやー、ちょっとライブに申し訳ないですね。いや、申し訳ないです。すいません。すいません。でした。そうなんですよ。基本的には、ね、明日は晩は、フィフスダウンさんのね、生放送とかもあるので、僕は基本的にそういったことと被らないようにやっていきたいとは思ってるので、まさかでしたが。はい、明日の朝は寒そうですねというようなね、コメントいただいてます、うん、そうですね。僕は宣言してるんですけど、明日は、はい、大学の2部の試合を見に、網野に行くので、はいはいはい、明日一日いようと思ってるんですけど、明日寒いだろうなとか思ってますね。調布の方寒いですかね。川崎も大概なんですけど。いやいや、そうなんですね。ね、いや、本当。まあ、なかなか風が強いですね。ちょっと防寒対策をね、しっかりとして、生で観戦いただく皆さんもね、防寒対策しっかりしていただければと思います。はい。はい。で、はい、コメント。ゴルフサバイバル見ながらというコメントいただいてますが、アメフトの実況しながらゴルフサバイバル見てるってすごいですけどね、逆に。よくできるなと思いますが。いや、ほんと、石川さんね、ゴルフが、本当に、素晴らしい方で、何とも言えないですけど、はい、一回ゴルフの話もしたいなとかもいつも思いながら、すぐできずじまいなんですよ。なるほど。僕はもう膝痛めてから全然ね、会社のゴルフコンペとかも全く出ないっていう。そうなんですか。ちょっともう膝がって言いながらね、言ってますが。はい。ちょっとね、おそらくそろそろ現役の選手とかも仕事終わり、まあちょっと金番なんでね、飲み会とかもありつつで、まだ見れてない方々もいらっしゃるかと思いますが、少しずつ、ゲームの方にもね、触れていこうかなと思います。まあ今週末は裏で甲子園ボールもあるということで、ね、俺こっちが表だって言い張ってますから、ね、これ絶対怒られますね。なんとかね、僕らも甲子園ボールに競り勝ちたいと思ってるんで、うん、そうですね。なんとかね、競り勝ちたいと思いますが、どうですか甲子園ボール、ツイッターの方に、僕らの方にですね、こう質問が来てて、ズバリこう甲子園ボールどうですかと、甲子園ボールどう見ますかというのでね、質問いただいてて、まあ正直、まあ失礼ながら私今シーズンは大学はもう科学をちょろっと見てるぐらいですし、まあね、最終節の立命戦もどうだった第3クォーターあたりぐらいからしか見てなくて、序盤の流れだとかも全く見てませんし、なんならこうね、法政さんのゲームに関してはもう全く見てないので、なんかツイッターで流れてくるハイライトちょろっと見るぐらい で、うん、でたまにね、私の母校の慶明がなんか法政に行ってる選手がいるそうでして、なんか活躍してますみたいなのを見て、ああそうなんだぐらいなので、まあ、いかんせんね、分かってないんですけど、どうですか、どう見ますか、工藤さん的には。まあ、そうですね、僕は、どっちも見に行ったので、実際に。うんうんうん、あんまり大きな声では言ってなかったんですけど、ウエスタンジャパンボールも見に行きましたし、行きましたよ、一人で見てましたよ。あ、そうなんですか。マジで、一人で見てましたよ。一人で見てて、で、
あとは、そうですね、逆に関東の、決勝の、早稲田と法政の試合の日も、朝から、あの日は、だから立教便がからスタートして、はいはい、そうですね。6時かなんかでしたっけ？そうそうそう。で、その次が、明治と中央があって、その次が、法政早稲田で、それで終わりやったんですけど、はいはい、まあ、全試合見た上で、やっぱり、法政大学は、パスが強くて、で、やっぱ、ランニングバックの星野選手も上手いですし、レシーバーに、まあ、小山選手と工藤選手って、めちゃくちゃ身長が高いレシーバーがいて、はい、そのあたりがすごい優秀だなっていう印象ですよね。僕からすると、オフェンス力が非常に高いっていう。で、対する関西学院は、まあ、D の完成度がすごい高いんだけど、まだ正直、例年と比べればコミュニケーションミスとかもあって、なんかカバー、そうですよね、パスをされた時とかも、確実にズボンの受け渡しとか、多分コミュニケーションミスだなっていうプレーがあったし、で、まあ、もっと言えば、その、ね、前島仁選手とか、まあ、あの辺は、僕もね、選抜でご一緒させていただいたりとかしてましたけど、やっぱり、まあ、高校生だったらズバ抜けてうまくて、で、さっき多分、慶明の、話が出てたのは、荒井優太選手だと思うんですけど、東北大学と試合やった時に、法政が多分、めちゃくちゃいいランビーがいたのは多分、その2年生の荒井優太。慶明から法政行って、で、高校時代は荒井選手は、クォーターバックだったんですけど、コンバートでランニングバックになって、でも、全然そんなことも関係なく、ランビーですごい結果残してて、っていう感じで、まあ、セカンダリーのレベルもすごい高くて、で、だからその辺はちょっと、法政も面白いところですし、逆に完成度が例年と比べれば低いってなったら、関西学院にも穴が見つかってはくるので、その穴とかほころびを一瞬でも法政がつき始めたら、またゲームの展開がそんなに、感覚有利じゃないのかなっていうのは思ったりは僕してますね。そうですよね。ちょっとまあ私も前回のウエスタンボールを見たときに、パスディフェンス大丈夫かなっていう、これは法政さん絶対ここついてくるよな、まずはついて試すよなっていうところでしたよね。そうですね。ボックス、結局ボックスの人数をあんだけか、まあターゲットが多いので、ボックスの人数を減らそうとすると、まあ星野選手っていう、まあとてつもなく足が速いランディーがいて、はいはい、でかつ法政大学の強みの、まあ、一番のポイントはオフェンスラインがでかいんですよね。みんなでかくて、まあ、センターを筆頭に180センチ、まあ、以上は絶対あるみたいな感じなので、インテリアってよく言いますけど、タックルからタックルだけの5人だけですごく段が出せるっていう点とかも怖い部分なので、感覚はちょっと、守りづらいのかなっていう感じはしますね。なるほど。ズバリどうですか？ズバリ。まあ正直なところで言うと、まだその平井選手がスターターだと思うんですよね。クォーターバックが。で、平井選手っていうのが3年生なんですよ。で、星野選手は3年生で、基本やっぱり法政大学支えてるの結構3年生が多いんですよ。2、3年生が割と出てたりとかして、でそのあたりから僕が思ってることはやっぱりちょっとルーキー色が否めない感じもしなくはなくて、でやっぱ関西学院っていうチームはどうしてもその経験値がやっぱ強いし、やっぱ甲子園という舞台の使い方が慣れてるわけですよね。この4年間とかずっといるわけだしみたいな、やっぱり甲子園の勝ち方を知ってるっていうチームは強くて、まあなんか似てるものって多分ブレイディのプレイオフと一緒で、やっぱその瞬間になったらなんか実力以上のなんかが出るってあると思うんです。だからそこの、血のりを生かした感じとかから考えれば、感覚優位な感じもわからなくはなくて、ただだからその勝率の確率で言えば感覚の方があるとは思いますけど、全然ゼロとか、そんな全然法政無理よみたいなことは僕はないかなって僕は思ってますけどね。そうですね。はい。
ありがとうございます。すごいね、今バンバンチャットが入ってきまして、週末は寒いので皆様着ぐるみ観戦でということでね、本当はあの寝袋でも持っていこうかなといつも思うレベルで寒いですね。うん、そうですよね、本当そうですよね。で、あ、なるほど、ゴルフサバイバルを今見ながら参加してますと。なるほど。はい、江坂のジョッキさんからは、甲子園が裏わらわらみたいなね。うん、そうですね、僕らはもう甲子園が裏だと思って戦うんで全力で、はい、その下にね甲子園ボール行きますっていう方もいますね。甲子園ボールね、甲子園ボール行きながらちゃんと見てくださいね。 YouTube 開きながら見ていただければなと思います。会場でスマホ開いていただけるの？そうです、そうです。はい、なんかもうなんなら甲子園の、ビジョンにオーラルビジョンに映していただいて同時並行でも、はい、そうですね。あ、なるほどね、甲子園ボールは感覚、前田選手のランが止められるかが鍵かと思いますよね。まあ、結構前田秋村選手の方が注目されがちなんですけど、やっぱ斉藤力斉藤選手ですね、うん、そうですね、うん、であと前島陣選手含めて、うんうんうん、やっぱラン B の揃い方が結構えげつないですよね。で、うん、外見ても別に低くなくて、カラバイス選手とかウェイズ選手とか、まあ、外も強くて、はい、やっぱそのさっきも言ってた補正の話と一緒で、鎌田選手は2年生なので、はい、やっぱ若さが、鍵になってて、若さもいいし、逆に言えばその経験値のなさっていうものが悪影響を及ぼし始めると、どっちも何も展開が読めなくなっちゃうかなとは思います。なるほど、うん、はい、あー、なるほど。もうご覧になられた方なんですかね。慶明の選手びっくりしましたということで、他にも、うん、東北大学戦はすごかったですね。確かに、うん、法政大学30番新井選手は175センチ81キロ、結構体格大きいんですね。ランビーですけど、レシーバーみたいな。そうですね、モバイルクォーターバックだったっけね、やっぱり高校生までは。で、うん、そうですね、ニューイヤーの時彼は MVP 取ってましたし、クォーターバックとしては本当に全然うまいんですけど、やっぱりデプスチャートが多すぎるってなるととか、あとはもう走力がありすぎるんですよ、正直。ああ、そうなんですね。ものすごいやっぱ走れる選手だったので、うん、だからまあランビーのコンバートっていうのも分からなくはないですし、もともと細身なので、そこから、ね、フィジカルアップとかしてればもっともっと走力ついてきますから、そこはちょっと面白いかなとは思いますね。はい、なるほどね。結構ね、はい、皆さん知ってるんですよね。平井選手は171センチ77キロ、千葉日大一高出身です、うん、そうですね。そうなんですね、千葉日大一高さんから法政。千葉日ですね、はい、ラリーバックの星野選手も、日大三高なんですよね、はいはい、でだから結構日大系列から法政に進んでる選手もいたりとかしますね、近年ね。アンナの飾りですさんからは、甲子園は録画で見るからということでね。そうなんですよ、僕もね、当日のね、もう9時からの RTV 待とうかなと思って、うん、見れないなと思ってます。はい、もう一方、ヤースさんなんですかね、38対21で感覚と予想しますと、なかなか強気な、なかなか、ね、そうですね、めちゃくちゃワンサイドですよね。21は取ってますけど、多分相当、多分1本の数多いですよね、このスコアも。なるほど、うん、まあ確かにそんなロースコアゲームにはならないですよね。まあでしょうね、うん、あんだけ今年は例年以上に多分、うん、うん、そうですね、ランが出るでしょうし、感覚の、はい、うん、まあワイルドキャットが完成する年かなと僕も思ってますし、うんうんうん、ですし、そうですね、補正も補正で、まあ、投げてきますからね、そこはちょっと楽しみかなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、で、これね、僕らも触れるか悩んでた部分なんですけど、来ましたね。まあ、来たんで、ちょっと触れましょうか。はい、クリスマスホールはどうでしょうかということでね。まあね、まあ僕も、工藤さんもね、高校フットボールがすごい好きですから、結構ね、普通にプライベートな電話で
立命館枠どう思いますみたいな話をしてたわけですが、今回の構成さんやっぱりすごいですね。なんかお化けですよね。いやなんかそのね、僕結構 SNS で公言してますけど、あの今年は立命館宇治の練習に行かせていただいて、はい、お勤めさせていただいたのは事実ですし、見に行って、うん、強っと思った部分もありますし、はい、なんかちょっとここは、うん、例年と比べればなんでしょうね、足りてない部分っていうのはあったかなって思ったんですけど、やっぱ、うん、あの強豪ならではで、あのそこを立て直してくれるのがさすがですよね。本当にさすがだなとも思いましたし、うん、逆に駒場と慶応のタイブレイク、そうですね、タイブレイクの試合があって、うん、実際、慶応は鎌田君ってラインバッカーがすごい良くて、うん、めちゃくちゃ良かったのに、でも駒場はどん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 押し通していって起点気がして、すげえいいオフェンスだなって思ったのに、構成とやると全然歯が立たなくて34対0かなんかでしたよね、うん、でもうどこの次元にいるん構成って構成どこに行ったんっていうことをすごく僕は学院のあのことをずっと見ていて、うん、試合を、うんうん、あのやっぱすごいですよね本当に、あの今なんか視点の使い方であったりとかセットの仕方一個とっても何をとってもやっぱすごい次元にいるのが光星高校さんと思うので、うん、それはまあ攻撃力にすごく表れてますけど、うん、そこがでもあの光星のオフェンスはやっぱ攻撃力が高くてかつディフェンスも強いって印象はありますけど、でもやっぱ関西大会3失点しかしてない立命のディフェンスってのは非常に強いですから、うん、そうですよね、まあ、あの近年ではねなかなかないあの本当のホコタテが見られるんじゃないかっていうのは、うんうんうん、楽しみな部分ではあるかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとね、もうすでにツイッターの方でも通知はしてるんですけども、うん、実際私現地の方にお伺いさせていただいて、ハドルマガジンさんの、YouTube チャンネルで、クリスマスオーブラライブ配信されますので、ぜひそちらをご覧いただきたいのと、そうですね、その時のチャットの方をですね私は担当させていただきますので、ぜひぜひ、当日ライブ配信で見られる方はもちろん私現地から見てるんですけども、皆さんのチャットに、ね、バンバン回答していく形になっていきますと思いますので、どんどん入れていただければと思います。はい、でちょっとね、もう結構皆さんがこれ甲子園ボールのチャンネルってなりかけてるので早速ね、まずはやっぱり社会人のゲームをね、今回は試合前事前番組ということでやっていきますので、まずはこちらのゲームですね。はい、入れ替え戦、2年ぶりの入れ替え戦がこのブルーズフットボールクラブ対、三菱商事クラブトライアックスの、ゲームということになります。はい、で一応ですね、事前に各チームからですね試合の展望だったりとか、主将からのコメント等をいただいてます。で、まずはちょっと、どうしましょうか、展望ですね読んでいきたいなと思います、はい、まずはこの三菱商事クラブトライアックスさんですね、うん、X2 の、方から、話させていただきますが、展望ヘッドコーチからの、展望サマリーです、10回試合したら、少なくとも8回は大敗あって、2回くらいたまたま勝てるぐらいの相手だと分析していると、待ってくださいね。はい、X2 では、トライアックス、はい、トライアックスなりの、勝ちパターンを確立済みだが、相手は二回りぐらい、格上でいつものプランでは通用すると思っていないのでリスクを取る、戦い方をしていくつもりと。勝てる展開になるとすれば13対10ぐらい、そうならなければ6対21で、敗戦するであろうという予想をされているということで、うん、でトライアックスはですね4年前から X2 に、おりまして、初年度2017年の平均得失点、得点が 3.6 点、
で、失点が 33.8 点ということで、まあ、カーラクも1勝して X3 との入れ替え戦回避するのが、まあ、やっとだったというようなことです。で、まあ、小さくても少しずつ進歩するをモットーに、年を追うごとに徐々に強くなり、X2 で5年目にして X2 唯一の全勝優勝を達成と。で、平均得失点が、得点が 23.2、失点が 3.4 と、まあ、大きく、初年度と比べると得点力も、守備力も上がったのかなというような、チームになってます。で、結構ね、X2、このイーストセントラルだと、どうしてもブルーサンダースとかに注目が行きがちではありますけども、トライ X、コロナ禍による特殊シーズンではありましたが、2020年も含めて、2年間公式戦負けなしのチームということで、本当に近年、強く、どんどん成長してきた成長株のチームだということが、伺われます。で、一方この対戦する X はエリアのチームでありますブルーズの展望です。トライアックスさんはオフェンスディフェンスともにアサイメントがしっかり実行されており、大きな穴がない印象です。で、人数もヘイブより多くということで、最終戦の出場人数がトライアックスさんが55人に対してブルーズさんが36人です。で、第4クォーターまで、持ち込まれると、非常に厳しい展開が予想されます。で、私たちは X1 エリアでは勝利という結果を出すことができませんでしたが、シーズンを通して確実に実力をつけてきました。入れ替え戦では、システムではなくマンパワーで上回り勝ち星を上げたいと思いますというようなコメントをいただいてますが、はい、まあ、両チームの展望を聞いていかがですか、工藤さん。まあ、すごい、僕はですね、まず、ね、ウルズさんの試合の解説を何回かさせていただいてるということもあって、はい、どうですかね、まあ、皆さん、いろんなことを、考えれると思うんですけど、やっぱ、ブルズさんはすごいしんどいシーズンだったかなとは思います。なかなか勝ちきれないことであったりとか、そんな中で、こう、いろんなことが、いいポイントがすごくあって、そこが入れ替え戦で出せるといいかなと思っていて、特にやっぱりクォーターバックの滝崎選手ですよね。で、そこが、すごいいいパスを投げてきますし、うん、あとは、ライン戦が、本当に自信を持ってできることだと思うので、中のランであったりとかがしっかり通ってくると面白いかなとは思いますね。なるほど。こう、やっぱりキーマンになって、てくるのは時崎選手、ブルーズは時崎選手の方がキーマンになってくる。まあ、そうですよね。やっぱり時崎選手は うまいですし、うん、ミドルからロングにかけてが非常に得意な選手で、ショートも別に下手くそとかではなくて特にうまいのがミドルロングなんですけれども、うん、やっぱり選手の裏に投げ込むタイミングの良さであったりとかは本当に目を見張るものがあるので、そこが強いかなと思いますね。まあ、対するやっぱりトライアックスさんは、まあ、ディフェンスライン、オフェンスラインともに、こう、うん、有名選手が揃ってらっしゃると。はい。やっぱり IBM ビッグブルーにいらっしゃった森田選手を、人にやっぱディフェンスラインは強いですし、はい、で、山内ジョエル選手だったりとか、オフェンスラインもやっぱり充実してますね。うんうんうん、有名大学出身の選手が多かったりして、やっぱ、会社が会社 だけにと言いますか、うんうんうん、やっぱいろんな人が連載して連れてきてるんだろうなっていうことで、僕も正直ここまでトライアックさんのタレントが揃ってるっていうのは想像以上だったので、うん、まあ、タレント戦みたいなことに持ち込まれてしまうと、はい、正直トライアックさんがかなり分がある部分はあると思うんですけど、うん、やっぱりブルーさんはブルーさんで、エリアが今年大混戦っていうか、本当にしんどいシーズンだったからこそ、強い相手とやる経験が、やっぱり、圧倒的にあるわけですよね。はい、そういう面で考えると、まあ、同じぐらいのレベルのチームでやるってなったら、ブルーさんに利があるのかなと思いますね、うん。なるほど。ありがとうございます。まあ、そのトライアックスさん、まずは X2 から、昇格を目指すトライアックスさんは、戦い方といたしましては、
基本的にディフェンスが強く、それをベースに硬い勝ち方を、追求する、チームであると、うん、3の倍数で勝つ、すなわち得点は基本的にフィールドゴールのみで勝つことを、考えているとのことですね。で、まあ、その理由としては、X2 の特性としてはオフェンスはオフェンスライン、スキルポジション、完成度、デプス、もしくは、特定個人への依存、どこかに、課題を抱えており、ある程度ディフェンスが強ければよっぽどの、ランに強みがある、もしくはパスがその日絶好調でない限り、ロングドライブされる可能性は低いということで、まあ、ディフェンスに重きを置いているということですね。で、まあ、したがってリスクが高くない、プレーを続けてパントを蹴り続けばどこかで、チャンスが転がってくると。レッドゾーンオフェンスの完成度がなくてもある程度現実ですよね。いやもうすごいですね。確実に勝つということ、社会人でゲームで勝つというところね、考えられてるなというような、はい、すごいですよね。本当にビッグゲームだと大体そこはあんまり見落としがちですよね、うん、そこがしっかり見られるっていうのはすごいなと思いますね。で、注目選手はやはり先ほど、いただきましたディフェンスラインも、ね、ヘッドコーチの方から X2 東日本ベストディフェンスラインだと思う、20番森田選手ですね、元 IBM の選手、副将です、現在副将の選手。そしてまあこちらもベストキッカーだと思うということで、村上康介選手ですね、6番のキッカーの選手ですね。でもう一人はワイドレシーバー9番の梅島選手も注目選手と、トライアックス1番のフィジカルを持つ、梅島選手も注目選手に、挙げられているということでした。で、まあ、やはりこの村上選手がボールオン25ヤード以上から FG でスコアリングを、十分に狙えるということが一つ、まあ、強みとして持っているということなんですね。でですね、一応、私どもの方で、簡単にではあるんですけど、ブルーズさんの、まあ、すでにもう皆さんこれは X リーグの公式ホームページをご覧いただければスタッツっていうものが見れるんですが、そこからですね、平均獲得ヤード等もちょっと、計算して出させていただいたところ、ブルーズさんの前節、全てですね、第6節まで含めての、ランの平均獲得ヤードは 2.5 ヤード、そしてパスが 8.7 ヤードということなんですが、ここから見るにパスチームというような感じなんでしょうか。そうですね、まあ、やっぱりランの獲得ヤードは 2.5 っていうことなんですけど、うん、それは捉え方次第だと僕は思っていて、うん、一発やっぱりランが出た時っていうのはどのチームであってもブルーさんのランって出るんですよね、うんうん、それが分かってるからこそ多分エリアのディフェンスはランに寄ったと思うんですよ、はい、だからその裏に通されると獲得ヤードが伸びてるっていうことだと思うので、うん、パスチームに、数字だけ見ると見えはするんですけれども、はい、パスが空いてしまう理由っていうのはどうしても そこまでしてランを止めないとランが出てしまうからだと思うので、うん、僕はわりかしやっぱり最初にしたらランが止まるかどうかっていうのが一個のポイントには、ゲームのポイントにはなるかなとは思いますね。なるほど、うん、まあ、逆にブルズからするとこのトライアックス相手にランプレーを通すことができればこうゲーム展開がかなり変わってくるっていう。そうですね、まあ正直ボックスの人数が多かったりとかしてランがあんまり出なかった時ってあると思うんですけど、うん、ブルさんの、ゲームのランが出る時っていうのはボックスの人数がこうあんまり合ってない時、うん、ディフェンス側がちょっと軽くしちゃったりとか、はい、そういう時ギューッと伸びてくるので、そのバランスのタイミングですよね、うん、本当にカバーのちょっと専門的にはなりますけど、カバーの切り替えにするタイミングであったりとかブリッツのタイミングっていうものをいいタイミングで入れて、かつそこでパスカバーとかができるとしっかり全体的に止められると思うので、
すごいディフェンスのコーディネーターとかからすると大変な試合なのかなとは思いますね、うん、なるほど。まあ今のところランが最も出てるゲームっていうのがブルズさんからすると第2節電通キャタピラーズとの試合、うん、でその試合が、まあ、27回のランプレーをして、131ヤード平均獲得ヤード数が 4.9 ヤードタッチダウンランが1回ということで、うん、まあ、この時が最も良かったんですかね、うん、そうですね、まあ、こう時代これフットボールのいろいろね、あのアサイメントの流行りとかいろいろあると思うんですけど、うん、やっぱりあの RPO であったりとか、はい、あの結構 2x2、3x1 みたいなこう、うん、パスが重要視される時代になってきたからこそ、はい、そのプロアイだけでも結構ヘビ体験に見えちゃうんですよね。うん、普通だったらノーマルだと思ったんですけど、うん、10年ぐらい前だと、この4、5年で多分だいぶ重い体系の部類になってきてると思うので、プロアイっていうものが、うん、だからそのだからこそブルズさんのプロアイっていうのは強いのかなと思いますね、うん。このあれなんですね、第2節で最もこうランを出した選手がこの井上陽介選手、うん、5番の井上陽介選手、仙台大学出身で副将の選手なんですね、うん、が、その日の試合第2節で103ヤード1人で走ってるというようなゲーム、うん、そうですね、そうですね、本当あのすごい僕試合中に言ってるんですけど、はい、地方大学とか、うん、あの2部の大学、3部の大学から、やっぱり井上選手は仙台大学ですから、そういうリーグ出身の選手がこうやってあの普通に活躍されすることができるっていうのは、すごくいい、うん、あの、学生にいい影響が与えられるっていうことで、僕はお話しさせていただいた記憶があるんですけど、ね、うん、あの、ブルーズさんは本当に、そういう地方の選手とかの使い方がうまいなっていうのは思いますね、うん、常に。これはちょっと楽しみです。井上選手まだ26歳なんです ね、 ですね、結構若い選手、うん、で、まあ、どのゲームにおいても、最終節までおいても、まあ、キャリーの回数も非常に多いですし、まあ、獲得ヤードも非常に多い選手、まあ、メインのバックになって、まあ、あさっての試合でも確実に井上選手がボールをキャリーする展開っていうのは間違いなく見える選手のというところですね。こう、まあ、ちょっと今、ブルズさんのランに触れましたが、逆にこうパス、パスターゲットっていうのはメインターゲット、主にどういった方がターゲットになるっていうのはありますか？まあ、あの結構、まあ、いろんな考えがあってですね、うん、まあ、僕からするとこの加藤選手ですね、7番の、はい、がすごいビッグターゲットなんですよね。うんうんうん、あの188センチ、91キロなんですね。そうなんですよね。だから加藤選手の生かし方とかもすごい気になるなとは思ってますし、うんうんうん、やっぱ時崎選手があのライバッターとかセーフティーのあたりをしっかり刺してくることを考えると、ナンバー2とかナンバー3のパスルートっていうのはかなり脅威になるかなと思っていて、うん、でやっぱあのこれ一個の強みだと僕は思ってるんですけど、エースレシーバーっていうエースはいなくて、すごくいろんな選手に投げ分けてる、ね、そうですね、今見てても個人結構投げ分けてますね。これがすごいですよね、本当ここが一番すごいポイントで、うん、あの一定の選手であればその選手をカバーするとだいぶタイミングが崩せるんですけど、そこができないっていうのがこうブルーズオフェンスの強いところなので、うん、そこはちょっとあの誰というよりもどこの方が強いかもしれないですね、うん、なるほど、ありがとうございます。そして、まあ、ちょっとブルーズのパスオフェンス、パス、ランオフェンスをちょっと見ていったので、ブルーズの逆にディフェンスも少し見ていきたいんですが、うん、ディフェンスでこの選手注目しておくべきっていうような選手ってどうなったか。まあ、坪井選手と増田選手ですよね。なるほど、うん、それはどういった背景が、うん、まあ、あのリアクションが早いですね、圧倒的に。なるほど。でものすごいサスタイルが良くて、で増田選手はそういうサイズはないんですけど、はい、関係ないですね。もう165センチとかしかないんですけど、増田純平選手ですね。そうです、そうです、あの
話すスピードとかテンポ感がやっぱりえげつないですよ、うん、だからそのあたりはすごいなって思いますね、毎試合毎試合見ていて。なるほど、マサ選手そうですね、身長165センチと、まあ、非常に大きな体格ではないんですけども、体重86キロということで、うん、昨年ですね、昨年の試合では、15タックルを記録したという X1 エリアのタックル王ですというようなコメントが入っていますね。そして坪井選手は28歳で、日本大学出身なんですね、うん、日本大学出身の28歳の選手、81番の選手、うん、ディフェンスラインなんですね。はい、背番号は高校の恩師の現役時代の番号、確かにディフェンスラインでは珍しい81番なんですね。そうですね。なるほど、ちょっとね、私ももちろん X リーグ TV に登録させていただいているんですが、いかんせんこう高校生のライブ配信の時間帯と被ってしまってたりとかして、全ての試合を、ね、見れたわけではなかったので、ブルズさんがどういったチームなのかというのが、ね、なかなか分からなかったんですが、ちょっと注目、この2日後の試合入れ替え戦では少し注目していきたいなということですが、コメントを、いただいてます。ヤスさんからですね、ブルズは決勝戦で勝てそうでしたけどね、FG 外さなければということですが、まあ、ブルズさんは結局、今シーズンは、全敗という形なんですよね。そうですね。まあ、最もどうですか、こう肉薄したというか、試合展開的にはやはりブルズ選手、まあでしたね。まあ、あとは、まあ、ブルゼン戦もそうでしたし、まあ、どの試合も結構、相当な、スコア差がついた試合以外に関しては、はい、いいゲームだったかなと僕は思っていて、うん、なので、結構、タイミングが悪かっただけっていう試合はかなり多かったかなと僕は思ってますね。はいはい、まあ、なので、どうなってくっていうところは全然決めきれないですよね。トライクさんが強いです、うん、だからブルースさんが強いですっていうわけでもなくて、はい、どっちもどっちでいいタイ、こう良さがあるので、ブルースさんはこの、エリアの中で数試合やっていいことが何個もあったから、それがまとまりきれば強いだろうなという感じになると思いますね。うん、はい、でちなみにまあ明日さってのですね、試合配信の時も事前にお話しさせていただくんですが、すでに私どものインスタグラムの方で勝敗予想を、皆さんから募ってるんですが、これもね、五分五分でブルズに 52%、 トライアックス 48% ということで、まあ、皆さんの予想はもうほぼ五分五分だろうというような予想をされてますね。そうですね、なかなか、しんどいゲームだろうなと思いますね。うんうんうん、僕から考えてもかなり、点差が相当開くっていうイメージはないですね。はい、うん、どうですか、ズバリどれぐらいの点数でどちらが勝ちそうだみたいなんて想像できますか。ただやっぱ怪我人のことはありますよね、ブルーさんおっしゃってましたけど、うん、人数のことはあるの で、 そうですね、そこが後半になった時、やっぱけ学生の試合は先週僕見てましたけど、やっぱゲーム日にちによっては寒いので、はい、足がつるであったりとか、そういうことがいろいろ起きやすいゲームだとは思うので、うん、そこはかなり、ハードな試合にはなるかなとは思いますね。なるほど、そうですね。まあ、あとは、まあ、なので、まあ、点数で言えば、怪我人とかが出ちゃったときは21対、14とか、そういう点数でトラックさんが勝っちゃうし、人数がちゃんと補充できていて、怪我人が、まあ、あまり出なかったら、まあ、本当に10対7とかのゲームも全然あるかなとは思いますね。なるほど。うん。こうね。
ね、なかなかこう、まあ、入れ替え戦そのものがなかったのと、なかなかこう入れ替わるっていうことも少ないじゃないですか、近年。まあ、それこそ今両チームともブルザイズともに、まあ、近年こう上がっていったチームではあるとは思うんですけども、まあ個人的にも、まあ、一ファンとしては、少し入れ替わるっていうのも見てみたいなと。こう、まあ、入れ替わって逆に X2 もその分盛り上がるでしょうし、まあ、そのチーム、上がっていったチームもちょっとこう盛り上がるんじゃないかなというので、少し期待しているゲームであります。はい。で、そうですね、ブルズとの入れ替え戦の展望がですね、トラヤクさんから、細かに、いただいておりまして、実は、まあ、このコロナ禍でですね、春の大会公式戦がなくなったことを受けまして、計5回、実戦経験をこの春行い、その際にブルズさんとも、手合わせをしているということで、入れ替え戦前に実は、春の段階でこの両チームは、お互いの、まあ、手合わせ、実力というものを少し垣間見ているチームでして、まあ、その結果がですね、メンバーがフルに揃っていない日程で、ブルズに、ファーストダウン更新は唯一1回という三々たる、内容、まあ、ブルズさんサイドが人数が、全然足りてなかったにもかかわらず、ブルズ相手に、ファーストダウン更新は1回しかできなかったと。おそらく40分試合していたら0対35ぐらいの差だったと思うと。フィジカル含めて、X1 エリアとの差を痛感させられたということですね。ブルーズさん結構積極的に X2 のチームとスクリメージされてますね。そうですね、ラグラーズもしてましたね、うん、はい、やっぱりフィジカル差はあるところはあるなというのはありましたね、正直。ね、ブルーサンダースともしていたところをお伺いさせていただきましたが、うん、その際もちょっとやっぱりブルーズさんの方がやや優位なのかなというような印象を受けましたね。うん、はい。なるほど。そうですね。なかなか、やっぱり強い、チームとばっかり試合してきてるっていうのは、そういう勝てなかったとしてもやっぱりいい経験にはなってますし、勝ち方とか点の作り方っていうのはすごくいい勉強にはなると思うので、それはやっぱ上にいるチームですね、今現在 X1 にいるチームの方が有利かなと思いますね、どうしても。まあ、だからこそ、まあ、先ほど展望にありましたけども、まあ、リスクを取る戦いをすると。で、まあ、おそらくこの今回こう X2 で確実に作ってきた、ゲーム展開ですね、固く勝つゲーム展開、13対10くらいっていうところのこのロースコアゲームに持っていくということで、まあ、やはりこう簡単にランを封じられるとは思わないが、まあ、なんとか食らいついてランを止め、パスに持ち込ませることがまずやることであると。その上で2回くらいラッキーなビッグプレーが転がり込んでくると、勝てる展開はそんなもんだろうということで、まあ、果たしてね、これ事前に私どもこの情報をいただくときに、ガチガチにほんまのことを言わなくていいですと、ブラフでもいいですと言って、もちろんね、両チームの選手だったりとかヘッドコーチ、まあ、首脳陣も見ている可能性があるので、全然ブラフも OK ということで、ね、もしかしたら全くそんなこと思ってないかもしれないので、その辺もね、注目していただきたいところですが。そうですね、まあ、どうでしょうね、まあ、いろいろ捉え方はあるとは思いますけど、うん、X リーグあるあるだと思うんですけど、終わってみればっていうことはよくある話なので、なんか、これ、学生もそうなのかもしれないですけど、第3クォーターぐらいに1本の差があったときに、はい、そのこう1本差にこう、追っかけてる、ビハインドしてるチームっていうのが、こう気持ちを持って同点のところに持っていけるか、うん、それとも気持ちが持たないと、もうずるずるずるっと3本ぐらい差がついてしまうのが、今シーズンかなと僕は思っているので、うん、そこがゲームの、まあ、第3クォーターですよね、が肝になるのかなとは思いますね。
そして、コメントもね、いただいておりますが、ドラクエリチャさんから、いつもお世話になっておりますが、やっと帰ってこれたと。ブルズ・ブルザイズは終盤試合らしい試合してた印象ありますね、ということですね。うん、まあやっぱあの、X1 エリア、まあ、全チームに言えることだと思うんですけど、こう練習がなかなかできなかったりだとかっていう中で、こう試合らしい試合がなかなかこううまくチーム全体試合前節通してできなかった、難しかったのかなと、今シーズンは特に難しかったのかなという印象ですが、やっぱりこう試合このまあブルザイズさんもこの後もちょっとブルザイズさんの話にも触れていきますが、あの両チームともに少しずつこう安定していったというか、そうですね、やっぱ経験値が伸びてきたなというイメージですね、本当に。あのやっぱ X と練習試合をされたっていうこともあって、その順当な勝ち方っていうのはすごいご存知だったと思うんですけど、はい、格上相手にどういう試合をするのかっていうのはシーズンやりながら、整ってきたのなというようなふうに、シーズン終盤にかけて思いましたね。うん、なるほどですね、ありがとうございます。さあ、でもう一つコメント、以前ひいきしていた人がいる、トライアックス、奥のトンカ遠藤感覚立命日大トライアングルの崩壊に 下克上をかましてほしいというようなねコメントいただいておりますが、まあこのねこの後に、まあ、後ほどこっちの方もどんどん触れていきたいと思いますが、こちらに関してはね、まあちょっと要注目なゲームではありますが、じゃあちょっとそれに行く前にですね、まず両チーム最後にですねキャプテンから、コメントいただいておりますので、両チームのキャプテンのコメントを、お読みさせていただきたいと思います。まずは、トライアクシュ主将ですね、51番長尾逸馬選手の、コメントです。今シーズン、トライアックスは X1 昇格を目指して練習を重ねてきました。私たちは入れ替え戦に向けて、着実な準備を進めています。あとは勝つだけです。今まで、一番苦しい試合になることは間違いありませんが、最後の1プレーまで しつこいフィニッシュを続けて、勝つのはトライアックスだと私は信じています。この配信を見ている皆さん、ぜひトライアックスの応援をよろしくお願いしますというようなコメントをいただいております。はい、なるほど。続いてブルズの主将コメント、ディフェンスバック22番池田選手ですね、キャプテンからのコメントです。はい、私たちは X1 エリアで1勝でも勝利を挙げることを目標にチームを指導しました。シーズンの目標は達成することができませんでしたが、勝つチームのマインドや準備の面では確実に成長してきました。今回の試合でチームが目指していたものが達成することは本来の目標ではありませんが、チームの成長を支えてくれたファンの皆さんにも喜んでいただける試合にしたいと思いますというようなコメントをいただいております。うん、はい、両チームとも非常にこのゲームにかける思いがね、伝わるコメントをいただいておりますが、果たしてどうなるのか、トライアックスが下克上なるか、それともそれを退けるのかというところが一つ注目のポイントとなってきます。まあそうですね、本当そうやって見てみるとすごくなんていうんですかね、均衡してるなというのは、の方が覚えてきますよね、やっぱり。はい、うん、まあ、ちょっとね、そのゲームの結果がこの2日後に出ると、僕もちょっとこのゲームはブルザイズ・ブーホーカー以上に、ま、読めないんじゃないかなっていう気はしていて、そうですね、それはねすごい僕も思いましたね、今お話聞いてて、ただまあブルズが来シーズン以降はまた持ち直して活躍するのもすごい見たいですし、そうですね、いつかこうで、トラックさんがガーッと勝ちまくっていって、オール三菱と試合をしてるのも見てみたい感じがいや、そうなんですよ。僕もそれ気になってて、三菱商事クラブトラックスとオール三菱ライオンズが並んだ時に、これは
三菱グループの皆さんはどう見るんだろうなっていうのはすごい気になってるんですよね。まあおそらくね、オール三菱アイオンズの方で三菱系列ってまあいるのはいらっしゃると思うんですけどね、どれぐらいいるのかなっていう、どっちかというとね、そうですね、三菱商事さんの方は多いのかなっていうような印象はしますが、本当そうですよね、うん、まあオール三菱さんは三菱しかいないですけど、他、うん、あのトラックさんはいろいろ会社の方、いろんな会社の方がいらっしゃるって聞いてますから、なんとも分かんないですけど、うん、まあすごいですよね。そこ見れたら面白いです。いやそうですね、今後ちょっと気になるポイントでありますが、ぜひそういう機会をね、あの目指して頑張って、両チームには頑張っていただければと思います。はい、ではもう皆さんお待ちかねというか、すごい気になされてるようなので、続きましてこちらのゲームですね、現在 YouTube をご覧の皆さんには画面がすでに、映っておりますが、こちらは同日開催ですね、12月19日の、午後2時からのゲームスタート、ブルーズアイズ東京対、ホークアイの、ゲームですね。こちら入れ替え戦、同じく入れ替え戦のゲームとなります。はい、もうこれは本当にまあ注目度が非常に高いゲームでありますが、どう見ますか。まあ多分取材も来るんですかね、どうなんでしょうね。なんか、いやそうですね、すごい運命じゃないですか、だって、うん、そのだってねえ、ないですよね、普通に考えたら。甲子園ボールの上裏で前年の甲子園のクォーターバックが入れ替え戦やってるってないっすよ。ないですね。いや、どんな星の下で生まれてきたのって。いやもうね、本当にここがね、あの甲子園ボールとこうもう肉薄する唯一のチャンスかもしれないので、うん、歴史上最高の入れ替えかもしれないですね。いやそうですね、派手さでいったら、はい、そうです。まあ先ほどねちょっとコメントの方にもいただいておりましたが、まあ北海の方にはもうクォーターバック、なんといっても奥野選手がいて、さらにワイドレシーバーには、トンカ達也、そして遠藤翔馬と、もう名前を聞けば、もう知らない、フットボールね、ご存知の方はもう本当知らない方はいらっしゃらないんじゃないかというね。いや、ですね。だって、はい、高木翔の選手とかも在籍されてるんですよ、ね。そうですね。はい。で、オフェンスラインに高木啓太選手がいて。そうです。で、そうですよね。もう本当に、まあ一言で表せって言ったらまあ意味わからんですよね。いやー意味わかんないですよね。意味わからんの一言ですよね、本当に。なんて言えばいいんですかね、こういう、はい、ここに来て ね、チャットがもう盛り上がってきました。待ってました、ホークアイと、うん、はい、ブルーアイズホークは今からだったんだと。そうなんです、運命を感じてますというんでね、コメントもいただいておりますが、はい、入れ替え戦が表で、甲子園が裏というようなコメントもいただいておりますが、やはりヤシケンさんはね、今年甲子園ボールを選ばず入れ替え戦を選びましたという方もいらっしゃいます。はい、そしてあ、 YouTube、 同じく YouTube 仲間のね、レッツハドルさんも来ていただいております。こんばんは、裏甲子園ボールですね、笑いという、ね、裏じゃない、裏じゃないですよ、裏じゃない、こっちが表でやってますからね、こっちはもう表ややってありますからね、拳でやっておりますからね。あ、で、うちのメンバーのヤマピーも来てますね、ヤマピーの、YouTube から来てますが、ブルーズアイズディフェンスがハマるのか、ホークアイオフェンスがハマるのかということでね、いやヤマピーもね、アズワンなんで、まあ、今年ブルーズアイズとは試合してしたのかな、してないのかな、アズワンは。アズワン、ブルーズアイズはしてます。してますよね、ちょっと。あれですね、最後、ブルーズアイズは勝ちきれんかった。そうですよね。ちょっとね、その辺もヤマピーから聞けたらよかったなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと折り合いが
つかずじまいであれだったんですが、はい、すごいね、うん、ここに来てすごいもう大盛り上がりしてますが、いやまあ、はい、うん、どっから話すんですか。そうですね、これちょっとどっから話そうかっていうのは本当に悩みどころでして、うん、まあ、まずちょっとブルーザイズさんのスタッツ、先ほどもありましたが、ランの平均獲得ヤードとパスの平均獲得ヤード、まあ、前節ですね、6節分を含めての、話をさせていただくと、これ結構極端でして、ランの平均獲得ヤードが 1.3 ヤード、パスが逆に10ヤードなんですね。結構ブルザイズさん極端なんですよ。いやそうなんですよね、あの、うん、別に悪くないんですけど、うん、僕から言わせるとそのパワーランナーがいたりとか、うん、あの、いや、あの得点の仕方から考えるとその獲得ランはありえないんですよね、正直。ああ、なるほど、そうですね、そうなんですけどね。ランでのタッチダウンは、あ、けどランでのタッチダウンはアズラン戦の1試合のみなんですね。うん、そうなんですよ。あの、うん、そう、G 前で強い選手が、まあ、いて、うん、あの、まあ、清水選手って言って、あの、芝浦工業大学の出身選手なんですけど、ゴリゴリの選手いて、はい、ラン要員でいるんですけど、やっぱりあの、南滝選手が上手いんですよね。うん、あの、ブルーズ、ブルーザーでそのタレント QB がいて、で、すごく安定してるので、やっぱパス上手いイメージはありますね、はいはい、どちらとも。うん。そうですね、ちょっと。南竹司選手ですね、同志社大学出身の選手、うん、23歳と非常に若い選手なんですね。で、クォーターバックなんですか、登録はクォーターバックですね。そうです、クォーターバックです、うん、クォーターバックで、まあ、3x1 が上手いですね、特に、うんうん、3x1 からのパスオフェンスがやっぱり、うん、上手いなって思いますね、いつも見てて。うん、うん、はい、すごい、もうね、チャットがバンバン盛り上がってきまして、バンバン来てますね、はい、ホークアイが何があって名選手が集められたのか未だに謎ということなんですが、これはね、本当にね、いろんな方と話したりとかするんですけど、まあ、奥野選手が戻ってきたのは今もコメントにもいただいてますが、まあ、斉藤慶吾ですね、僕は年次で言うと3つ離れてるんですけど、うん、まあ、彼の人徳があってのことで、まあ、奥野くんが社会人でフットボールを続けたっていうのはあるなということなんですが、まあ、それ以外の選手ですね、遠藤昌磨選手だったりとかトンカ選手は、ここはね、やっぱりキャプテンの上谷選手の、まあ、人徳はあってかなというところかなと、うん、まあ、関西大倉出身で関西学院大学に所属されていて、まあ、その前にはいろんなところ浦和ウラワーズだったりとか仙台ブラックボルツにいたりだったりとか、本当にフットボールが好きでいろんなところを転々とされている方ではありますが、まあ、今回は、初めてですよね、入っていきましょう。お、すごいですね、もう今えらいことになってますね、吉野さんが今このライブ配信見てる。暇じゃないっすよね、吉野さん。吉野さん、あの、昇格のパーティーの準備していただいて大丈夫なんで。そう。たまにライブしますけど、暇じゃないっすよね、吉野さん。いつも大丈夫ですよ、この、もう見ないでよ。どうしたんですか。はい、ホークアイ3年前もめっちゃ強かったですよ、というようなね、コメントいただいておりますが。はい、よくわかるんですけどね。もうすごいことになってます。チャットに吉野さんが現れたことでね、いろんなことが吉野さんってなってますが。いや、ありがとうございます。はい、で、まあ、そのホークアイはやはりこう、まあ、奥野選手を、中心に、まあ、オフェンスの軸を組み立ててるのかなというところですが、まあ、奥野選手、正直序盤ですね、私も向こうの X2 ウエストの方で実況解説担当させていただいた時、うん、あまりこう
フィットしきれてなかったのかなというような印象もありましたが、まあ、試合を追うにつれて少しずつこうトンカ選手、遠藤翔馬選手とのコミュニケーションが、うまくいってきたのかなというような印象ではありますが、うん、どうですか。まあ、両側に置かれたら取り、コーナー一人じゃ無理ですよね。そうですね。僕もね、最初にメンバー発表された時に高木選手、下高木翔選手が入ってくるっていう、はい、ことを聞いた時に、まあ遠藤選手を外置いて、トンカ選手外置いて、高木選手中に対して遠藤置いて、でスロットレシーバーかなんか置いて、ラウィー置く、まあエース体系っていうのを多分使ったりするとめちゃくちゃ強いんですけど、でエース止めるとしたら外側の人数をわりかし減らしていったりとか考えなきゃいけないんですけど、コーラバックが、まあやっぱり多分無理ですよね。普通のコーナーじゃ無理で、ってなるとやっぱカバツとかにするして、まあ、まあセーフティーもかなり外を見ながら守んなきゃいけないとかになってくるってなると、やっぱりランストッピングワンテンポ遅れてくるとかになるんで、やっぱ怖いなっていうイメージですよね。本当になんか一瞬でもプレイアクションでもランに反応してからだと遅いですから、うん、やっぱりちょっと優先順位を考えなきゃいけなかったりとか、わりかしそのちょっとだけ、ちょっとだけラウンだったら出されてもいいぐらいの、感じは作んなきゃいけないのかなって思いますね。うん、そうですね。まあちょっとパスで言うと、うん、本当に後半にかけて、まあ、残り少ない時間でこうタイトエンド、その高木翔の選手だったりとか、あのトンカ選手だったり遠藤選手へのこうパスがこうコーナーとかが決まって、しっかりと時間を止めながらオフェンスを組み立てるっていうのができてきてましたよね。試合を追うために、まあ、外に逃げられる感じ、やっぱ、まあ、いわゆるバーティカルルートでビューッとこう抜かれていくと、うん、まあ、あとはシームとか言われるもので、うん、やっぱ加速された時にとってつもないところまで行っちゃうんで、ランアフターもありきですし、やっぱりその、奥野選手の肩の強さも異常ですから、例えば同じ40ヤードのキャッチですって言われて、10ヤードでキャッチして、ランアフターで30ヤード行くのと、40ヤード地点でキャッチできる人と、2種類いると思うんですけど、奥野選手は両方、まあ、レシーバーと相まって、両方できるオフェンスを持ってるわけですから、うん、そこが本当に怖いですよね、見てて。うん、高木翔の選手はあれなんですよ、オービックにもいらっしゃった選手なんですね。まだまだ今年30になる年ですね。そうですね。だからもう全然まだまだ現役バリバリでできそうな雰囲気はありますが、でちょっとね、今、まあまずは X2 のチーム崩壊の、方から、お話しさせていただきますが、僕は今オフェンスは、パス見ていきましたが、ランの方はいかがですか。ランのキープレイヤーになってくるところは、まあ高木選手じゃないですか。オフェンスラインの方がやっぱり、はい、ランを支えてるというイメージが強いですね。うん、別にそのランニングバックが悪いからとかではなくて、はい、強い OL が強いからランが出るわね、そら。高木啓太選手ですね。そうですね、まあそこですよね。うんうん、そんな感じに、なりますし、やっぱエンプティとかにされた時に奥野選手が走れるんで、うん、いらんちゃいらんのですよね。だからいかにこうパス取ってくれるランビーターっていうのも結構重要で、うん、やっぱそこの選択肢が増えてくるだけで、あの5人のレシーバーとかつダニーワップみたいに走れる QB ってなると6択になるわけですから、はい、もうめちゃくちゃめんどくさいですよね。そうですね。でそこに来て OL が弱いところだったらパスラッシュガーッとかけちゃえば、うん、どうにかあのプレッシャーでどうにかなるんですけど、そうもうまくいかないですからね。そうでもないですよね、本当に。OL 強いですね。OL もそんな伊達な選手はいらっしゃらないので、うん、ちょっとその辺も注目していきたいポイントです。さあで続きまして、まあオフェンスは少し見させていただきましたが、ディフェンス、崩壊ディフェンスについてはいかがでしょうか。まあ
こちらも関西学院出身の選手が非常に多い印象ではありますが、まあ、DL ラインバッターがやっぱ強いですね、藤田選手がラインバッターにいて、はい、圧倒的なこうリード力を持ってるなと思いますね、うんうん、そこがやっぱ一個の肝ですし、うん、まあ、安田選手とかもいますから、DL も強いですよね。うん、そうですね、ディフェンスラインに、うん、まあ、安田拓選手、あとは、うん、まあ、昨年まで、キャプテン、崩壊でもキャプテンを務められていた白石健太選手、神戸大学出身の白石選手も、うん、まあ、本当に豊高からアメフトを始めて、まあね、今年も、X ウエストの方でしょうか、優秀選手に選ばれていたかと思いますが、うん、まあ、ラインバッカーもすごいですね、名前も名だたるメンバーがいるなと、もう名前を見るだけで、あ、見たことあるな、この選手っていうような、多分タッチダウンとかハドルマガジンの読んでた世代からすると一旦見たことある名前ですね。そうですね。通るんですよ。そうですね。はい、あ、そういえばちょっと今節はなかなかこう見れなかったんですけど、松森選手も今回にはいるんですね。うん、松森亮太選手、立命館大学出身。そうそう、松森選手、うん、言わずもがなの、まあ、選手ですが、意味わかんないですね。もう我々がなんかガタガタ言うのは失礼に当たるんじゃないかなというぐらいの、こんなに育ってると何でもできますよね。うん、うん、やっぱり爆発的なオフェンスができる数、ディフェンスもなんかベースで止めてくるんで、うん、僕も見てましたけど、ベースが強いんですよね。はい、コモンスリーとかやっても絶対強いんで、うん、変な体験とかやらなくても強いと、本当に強い証拠だと思いますし、うん、かなり硬いんですよね、いろんなものが。ですね、ちょっとね、まあ、もう今見てるだけでもですね、やっぱりその、まあ、もちろんトンカ選手、この、まあ、松森選手だったり、遠藤昌磨選手、高木翔野選手に、まあ、注目が集まりがちなんですが、こう試合をと全体通すと、この新野見選手、新野見修太選手、18番の日本福祉大学出身の新野見選手だったりとか、うん、こちら4回戦の時にですね、東海リーグでリーディングレシーバーになっていたり、あとは坂本純喜選手、明治大学出身の選手ですね、うん、もう、まあ、24歳の選手、若手選手でありますが、もうこの辺もやっぱり注目ですよね、うん、そうですね、やっぱそこは強いですよね、うん、まあ、だから、坂本選手とかもそうですけど、そのセカンダリーって言われちゃうようなメンバーじゃないんですよね、そうですね、もう誰が出てきてももうファーストメンクラスのプレーをしてきますから、うん、怖いですよね、はい、本当、うん、コメントが出ないですね。そうですね。やっぱ強いみたいな、ハンバペみたいなことになったんですかね。そう。すごいですね。ハンバペ見てんのかなみたいな感じですよね。確かに。で、結構コメントもいっぱいいただいてて、ホークアイディフェンスもいいよというようなコメントいただいてたり、ブルザイズがアズワン戦で見せたスペシャルプレーも良かったですよねと、 FG フェイク、うん、まあ、これは後ほどちょっとアズワンの時に触れていきたいなと思いますが、はい、で吉野さんのコメントがあり、急に盛り上がってきたんじゃないというようなね、そうそう、僕このコメントをちょっと拝見しながらちょっと思ったのが、はい、クリプランド・メイフィールドさんが、はいはいはい、そうですね、細かくいただいてますが、2019年シーズンの、はい、そうですね、もう荒木選手、南崎選手、奥野選手、うん、まあ、僕が高校生の時が同い年なので、南崎選手は、はいはいはい、もう何回も見てますし、奥野選手に越したは、うん、全国大会で負けてますし、いろんな選手を見てきましたけど、うん、レーティングとかいろいろで見ていくとですね、南崎選手はすごくいい選手で、
で、実際この、南滝さんにした同期の、同社大学の選手が今年から入ってきていたりとか、はい、なるほど。で、ブルザイ東京側もすごくいいメンバーが揃っていたりとかして、クォーターバック対決だけで見るとすごくライバリティが高い、そうですね、になるんです。非常にこう注目度の高いですよね。決してその下克上といいますか、うん、そういうわけではなくて、本当にいろんな選手が自分の人生の中でいろんな勝負をしてきた相手とまたここでいい勝負になるって見るのが本当に楽しみな試合だなと思いますね、うん、いや本当に甲子園の表にふさわしい。そうそう、甲子園の表にふさわしい。裏じゃないです、うん、ふさわしいゲームかなと思います、はい、本当にね、関西勢からすると本当に面白いゲームな、昔からねご覧になられている方からすると非常に面白い、うん、ゲームかと思います。はい、やはりホークアイディフェンスではディフェンスライン白石選手が目立ってたということでね、ディフェンスのラッシュ、キュビサック等も多かったかなというような感じですが、はい、レッツハドルさん、松森選手、名前を聞いただけで熱くなるというようなね、コメントもいただいております。そうですね。はい、ヤマピーから、松森選手、ブルーインズでAランしてましたということですね。あ、そうなんですね。ラン勝負になって、見てみると、ブルーインズは鶴留選手がいますからね。ああ、そうですね。そうなんですよ。もうなんか、関西 X めちゃくちゃ上手くて、ね。まあ、サイドインダースとかもそうですけど、みんな強いんですよね、強いですね。すごいですよね。びっくりしてて、本当に。面白いですね。もっと本当に西に行けたら、西の改造したかったなと思うぐらい。すごい面白かったなと思います、ね、すごかったですね。今年の X ウエストは特に面白かったですね。序盤からね、ゴールデンファイターズさんが3連勝したりだとか、そうです、そうです、はい、そうです。ランニングワーク、松瀬選手が1試合で100ヤード以上1人で稼ぐというようなゲームもあったりということで、非常に面白いゲームが目白押しだった中で、まあ、この制したのが、ホークアイというチームになったというわけですが、はい、松森さんもそうだけども要所で突進できるランニングバック佐藤選手も非常にいいですよというようなコメントをいただいております、うん、はい、ちょっとその辺もね、もう注目選手がもう目白押しの崩壊ではありますが、まあとはいえね、その対するブルザイズもそう簡単に、負けるわけには下校事情を、ね、許すわけにはいかないと思いますので、うん、ブルザイズの方も少し、今から見ていきたいと思いますが、まずブルザイズオフェンス、やはりキープ、キーマンになるのはこの宮南武司選手になったんですね。そうですね、まあ、宮南武選手が自分までぐーっと持っていって、でそこでまあランビーをチョイス、だからさっき言ってた清水選手をチョイスして、クリックリのランナーが、まあ、171cm98kg なので、はい、グーッと持ってくるのか、それとも自分でキープするのか、うん、ちょっと、難しい、3枚サイド側に、ロールしてくるとか、そういうので自分で持ってくるのかわからないですけれども、うん、まあ多彩なオフェンス力はあるので、そこがちょっと楽しみだなと思いますね。はい、まあ続いてこうパスですね、まあ、先ほどちょっと、スタッツについて少し話させていただきましたが、まあ、今回ランが平均 1.3 ヤードですが、まあ、パスが対して10ヤード、平均10ヤードということなんですが、パスはこうメインのターゲットといいますか、注目すべき選手っていうのはどういった選手になってくるんでしょうか。まあ、やっぱり村勝選手は、タイトエンドとして、はい、村勝選手は、ね、まあ、ポイントとしては、そうですね、強いですし、まあ、ここもそうなんですけど、やっぱ投げ分けが上手い選手なので、なるほど。どこも上手いところに、投げてくるなというか、誰を見てるっていう感じのクォーターバックではなくて、うん、リードをしたときに、あ、プレスになった時点で、この辺空きそうだな、あ、ここ空いたな、で投げてくるタイプなのが面白いかなと思いますね。うん、なるほど。面白いですね。なんかこう X1 エリアの、まあ、先ほどのブルズさんもそうですけども、こう投げ分けがしっかりとできるクォーターバックが、うんうん、両チームともに、置かれているということで、やっぱりこう X1 のエリア、まあ、もちろんその先の含めてですけども、エリアスーパーも含めてなんですけども、やっぱりそういったやり方じゃないと勝負できないっていうことなんですかね、それは。
そうですね、単品だけ見るっていうオフェンスは学生とかだと圧倒的なホットラインっていうのはあると実際思いますし、はい、例えば、顕著なのが、ビッグエイトとか、とかになると、正直、高校時代から同じ高校でプレイしてたレシーバーとクォーターバックがペアになって、うん、入ってきて、その、ホットラインが大学入ってからも、もう、だから高1から組んでると4年目とかなんで、止まらないっていうのはよくある話なんですけど、社会人クラスになると全然止まるようになるので、はい、プレイの相性から見てどこが空きそうっていうことをしっかり判断できるっていうのが、うん、社会人、XY エリアであったりとかのレベルの高さだと思うので、うん、そのあたりはしっかり投げ分けてくるクォーターバックですし、どちらとも、そこが、やっぱ、圧倒的に面白そうだなと、毎回見ていて思います、ね。うん、そうですね、こうやはりこう学生の時に、誰かしらの一点突破ではなくて、社会人になると、うん、まあ、いわゆる先ほどのような甲子園ボーラーみたいなのが、まあ、ゾロゾロといっぱいいる。中で群雄割拠の中で勝負するとなると、まあ、一人ではなくいろんなところに投げ分けていくというところが重要になってくるというところですね。はい。で、まあやはりこのブルザイズといえばですね、私もまあ数年前、当時はですね、すでにもう今シルバースターの、ラインバッカーのコーチをやられているゲンさんがですね、キャプテンをやってた時に実は練習に少し参加させていただいて、当時渡来選手とかもですね、まだ一緒に練習もさせていただいたことがあったりとか、あと合同練習も一度させていただいて、その時は、まあ、昇格前でまだ X2 だったんですが、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、ランニング枠にタイロン選手、まあ、黒人のランニングバックですね、もう本当に X2 では圧倒的な力を見せたタイロン選手がいたわけですが、まあ、それをこう補えるだけのランニングバックっていうのは今のところブルザイズさんの中ではどうなんでしょうか。そうですね、やっぱりタイロン・ジョーンズ・ジュニア選手っていうのは、まあまあ、リーディングラッシャーどころの騒ぎじゃなかったじゃなかったですね、うん、今年ではなく昨年、まあ、ラストシーズン X リーグでラストシーズンでしたけども、やっぱどこのチームですね、と試合したとしても圧倒的なスコール、うん、まあ、正直日本人のタックラーであったり、一人だったらもう無理っていう試合展開にしてたぐらいの、オフェンシブウェポンだったので、そこを失った穴っていうのはまだ埋め切れてないのは確実ではあるとは思います。なるほど。うん。そうですね。まあ、そこが、ラニーバックのところはそこがしんどいところではあるんですけれども、うん、その分パスで補強してるなというのはすごく見ていて思いますし、うん、シーズン最初の、ブルズアイズ東京とブルズの試合を見ていただくとかにもいろいろ感じましたけれども、はい、やっぱ一番思ったことはなしてもいけるじゃんっていうのはちょっと思いましたね。なるほど。まあ今シーズンは、唯一の勝利がこのブルズ戦ですね、うん、第一節のブルズ戦が唯一の勝利の、でこの時も、タチアンパスなんですね。そうですね、はい。まあ、やはり一貫してランプレーはあまり多く出てないというような印象が見受けられますね、というようなゲーム展開ではあります。さあ、続いてね、ブルザイズさんのオフェンスに触れていきましたので、ディフェンスのこうキーマンになっていく選手も少し、お話伺っていきたいんですが、いかがでしょうか、ディフェンスの選手、注目選手。まあ、ディフェンスラインが強いんですよね。はい、で、やっぱアズワン戦とかでも、ディフェンスバックの玉井選手が、インターセプトをしていたりとかですね、はい、いいところにいるディフェンスバックがいたりとかして、うん、で、ライバル感じもかなり揃っていますから、どこも安定してるとは思いますし、はい、ポイントとしてはローテーションするぐらいディフェンスラインがいたりもするので、うん、DL はかなり面白いんじゃないかなとは思います。そうですね、ディフェンスライン結構、うん、豊富ですね、今見てるだけでも。まあ、もちろん主将の住谷選手もそうなんですが、ディフェンスラインの選手は、まあ、他チームと比較、まあ、X2 のチームと比較しても多いのかなというような印象が見受けられます。DL の揃え方はすごいですね。うん。うん。で、
やはりこの5番よけがわ豪選手ですか、うん、もうまああのね、レッツハドルさんは注目されてて、トピックスにも挙げられてましたが、よけがわ豪選手、静岡大学出身の32歳の選手が暴れ回るかというところが一つ注目のポイントかなというところです。チームナンバーワンのアスリートディフェンスラインということで、今年もサックリーダーを目指しますというようなコメントをいただいております。なんかね、あの私それこそブルーザイズに入るかブルーサンダースに入るか悩んでた時にチラッと聞いた話なんですけど、よけがわ豪選手はあの名前が豪なので背番号が5番ということで昔伺ったことあります。それにかけて5番にしてるというような話を伺ったことがございます。はい。で、もうすでにね、これもまた試合前には、ご報告させていただきますが、我々のインスタグラムでの試合勝敗予想についても少し触れていきたいと思います。これがですね、まあ、意外や意外といいますか、こう見てる人にもしかすると我々のインスタグラムのフォローされている方が少し偏っている可能性もあるんですが、崩壊が 73%、ブルーザイズの勝利が 27% ということで、まあ、インスタグラムでの投票結果では、まあ、崩壊が優位と見る方が非常に多いという、結果になってます。まあやっぱ話題性が高かったっていうのもあって、うん、そこはどうしてもあるとは思いますけど、あの例えばですけれども、崩壊さんは、1節目は落としてるんですよね。そうですね、はい、1節目は落としていて、ね、例えば遠征試合っていうのは今回初めてなんですよね、はい、で遠征ゲームってなるとやっぱ XY エリアのチームでも負けが多いんですよ、うん、どうしても多くて、それを見ていると、その遠征が今回響いてくるかどうか、ちょっと課題になるかなとはちょっと思っていますね。だから、順当に言えばそれはもちろん崩壊っていうおっしゃる方はわかるんですけれども、うん、まあそうじゃなくて、遠征とかいろいろ考えると、ブルザイズもあるなと僕は思いますけどね。うん、そうですね。こう、まあ、純粋なフィジカルの面だったりとかトータルの面でもちょっとブルザイズさんが、まあ、少し上回ってるのかなというのは個人的な印象ではありますね。うん、そうですね。普段のこうトレーニングだったりとかがやっぱりしっかり、うん、あの伊達に X1 ではないのでプロのトレーナーの方がついていて、あの、うん、結構ちゃんとシーズン中でも走り込みをされてるチームなので、その辺がどう出るかっていうのが一つ注目のポイントかなと思います、ね。そうですね。はい。ありがとうございます。で、こちらもですね、両チームのキャプテンから、コメントいただいてますので、そちら、読み上げさせていただきたいと思います。はい。まずは、ホークアイ主将、ウエア選手からの、コメントです。大阪府箕面市を、中心として、北摂地域で活動しています、ホークアイのウエアです。コロナ禍でありながら、本年は感染対策を講じつつ全試合開催いただいた協会の方々に感謝します。メインスポンサーの極民さんをはじめ日本セラピーさん、日本セラピーさん、初田防災設備さん、トレーナーとしてサポートいただいている西口鍼灸整骨院さん、サポーターのオーダースーツ、これはレガーレさんと読むのがちょっと正しいのかちょっと、うん、あの間違えてたら、申し訳ございません、とあと厳選焼肉山屋さんに感謝しています。怪我のリスクを知っていながら私たちが大好きなフットボールに行くことを、心よく送り出してくれ、最も近くで応援してくれる、家族、両親や家族に、感謝します。多くのメンバーは、普段会社員をしている中で日曜の午前中や各試合の日程の際に勤務を交代してくれたり応援に来ていただける、会社の方々に、感謝しております。うん、試合会場にお越しいただき直接ご声援いただける方、自節柄試合には行けないもののサポートをくださるファンの方々に感謝します。2021年崩壊メンバーの皆さん、崩壊という、チームを選んでくださったこと、素敵な、多くのメンバーを集めていただいたこと、プレーを考えたり試合に負けたり勝ったりといろんな思い出に感謝します。ブラザーズ東京様、裏で、甲子園ボールが開催されている
寒空の中、甲子園ボールより見応えのある試合にしたいです。閲覧者数5万人いきましょう。あ、配信してくださる、パーニーさんもありがとうございます。あーじゃないんですよ、あーじゃあーじゃねえよと、はい、まあね、2つ上の先輩ではありますから、まああのね、本当に甲子園の裏と言わず表ではありますから、しっかりと試合を見せていただきたいところです。はい、で、続いてブルザイズ、ブルザイズ東京さんの、キャプテンですね、はい、住谷裕太選手の、コメントをいただきます。まあ、試合の展望も含めてコメントいただいております。クォーターバックの奥野選手やワイドレシーバーのトンカ選手は特に注目だと思うのですが、ブルザイズとしてはスタープレイヤーに、を過度に、意識するのではなく、しっかり1年間積み上げてきたものを、発揮するということに注力したいなと思っております。19日の入れ替え戦では1年間 X1 エリアの強豪相手に戦ってきた経験を糧に戦います。今季のブルザイズは、結果こそ1勝5敗でレギュラーシーズンを終えましたが、決して尻すぼみなシーズンではなく、試合前に成長できていると、手応えがあります。入れ替え戦では一つ一つのプレーで、そして結果で、2021年のブルザイズの集大成を見せます。1年間支えてくださったスポンサー、チームオーナー、後援会員、OB、OG、その他応援してくださった皆様、当日試合会場に駆け続けてくださる方々、そして選手、スタッフ一丸となって勝ち切ります。私自身は関東学生3部リーグ出身なので、関学出身の多いホークアイとやれることは、非常に楽しみです。社会人で積み上げてきたものをぶつけて甲子園ボーラーたちを倒しますというようなコメントをいただいております。いいですね、キャプテン住谷選手からのコメントでした。いい話ですね。どっちの話も聞き入っちゃいますよね。いいですよね。暑いですね。暑いですね。さあ、お互いね、背負うものが非常に多い両チームがありますが、まあ、ブルザイズ東京さんって非常に面白いチームで、まあ、もちろんスポンサーさんもいらっしゃるんですけども、グリーンベイ方式という形で、うん、まあ、パッカーズさんがね、株式を周辺の州、地元から株式販売をしていただいているわけですが、ブルザイズ東京さんは品川区を、まあ、中心として同様の形の、方式を取られていると、まあ、日本で唯一のチームですよね。そうですね、はい、非常に面白い注目、今後も、注目していただきたい、チームではあります。はい、で、チャットの方もいただいております。レッツハドルさん、マウント郷選手ですね、強烈な存在感ですというね、よけかわ郷選手のことをね、レッツハドルさんの YouTube チャンネルの方ではマウント郷というね、あだ名をいただいております。ぜひね、ライブ配信の方ではしっかりと使わせていただきたいと思います。ブルザイザーインターセットが X1 エリアトップタイだった、玉井選手、にも注目しています。そうなんですね、そうなんですね、玉井選手、28番玉井義明選手、学習院大学出身25歳の選手、今季ディフェンスバックリーダーということで、まあ、X1 エリアトップタイということでね、うん、まあ、そんな選手が入れ替え戦にいるというのも少し脅威ではありますよね、ホークアイからすると。パスを狙っていきたいホークアイからすると非常に、警戒したいところ、うん、はい。さあ、プレビューを聞いていると、試合の鍵を握るのはホークアイオフェンスラインの気がしてきたというような気、まあそうですよね、やっぱロングパスってなるとさすがのその奥野選手だとしても、うん、その到達する時間っていうのはかかるので、その投げ始めるまでの、そうなるとディフェンスラインが強かった場合は割れてサックにつながってしまうので、もう次というのはね、だから、うん、どうなんだろう、面白いね、ただまあやっぱりオフェンスラインが鍵になるっていうのはその通りかなと思いますね、うん。さあ、あと住谷選手、横須賀のファンブルリターンタッチアウトが衝撃でした。すごいですね、こう結構ブルザイさんいろんなこう、まあ、スペシャルも含めてですけども、結構まあ結果はね、こう今回レギュラーシーズン、結びつかなかったものの、いろいろと用意されてますよね、う
うん、そうですね。おっしゃる通りだと思いますね。今回まだもしかしたらレギュラーシーズンで隠してるものが見れたりっていうことはあり得るんでしょうか。いや、まあ多分いくらでもありますよ、ね。正直あの見てた時にここ狙ってきたら面倒だなっていうのはまだ全然出てないことがいっぱいあったので、うん、あのそれを考えると布石になることがいっぱいあったので、はい、まあスペシャルだらけになってもおかしくないだろうなと思います。ちょっとねその辺を注目していただきたいなと思いますが、うん、はい。で、キH さんからの、コメント、ブルザイズが絶対圧倒するということでね、ブルザイズファンの、方なんでしょうか。もう本当にねブルザイズさんは本当に私が思う限り、まあもともと兄弟出身の方が非常に多かったチームだなというような印象がありまして、うん、いわゆるこうヒットタックルが硬いチーム、ディフェンスが非常にうまいチームだなという印象がありますので、本当にこう崩壊戦前予想では皆さんこうなんか崩壊優位と見てますが、そう簡単には、いかないチームだなと思ってますので、うん、まあ、その辺をね、まあ、崩壊がどのように分析しているのか、もちろんブルザイズも、分析して今までの試合がね全て、まあ、残ってるわけなので、うん、YouTube の方でも見れますから、ちょっとその辺を注目していきたいなと思っております。ね、はい、スーパーチャットありがとうございます。ドラクヤさん、パーニー2試合とも配信よろしく頼ます、僕の分もということでありがとうございます。そうですね、あの本当に西はね、オールスポーツ、オールアーツクリエイトさんと、あとはこのドラクヤリチャさんの方でね X3 と X2 の配信いただいて、まあ、東はメインで私ども月曜からアメフトの方が、担当させていただいておりましたが、本当に皆さん今シーズン通して、もう高校生のライブ配信も通してですけども、皆さん本当にありがとうございました。はい、でヤマピーの方から、ファンブルリターンタッチダウン、うちがやられたやつですね、てんてんてんということでね、そうですね、はい、やられたやつですね、はい、アザンブラックイーグルさんがね、うん、やられちゃったわけですが、はい、それはもうヤマピーがもうブロックをちゃんとしてなかった、もしくはタックルいけてなかったんじゃないかなと僕は思ってます。しっかりパシュートしなさいと僕は思ってます。はい、IY さんからコメント、今週崩壊の練習に参加させていただいたものです。ウェアさんらしいコメントですねということでね。そうですね、ウェアさん本当にね、まあ、冒頭申し上げましたが人徳のある方で、本当に、まあ、それこそ奥野選手だったりとか斉藤選手とも年次はかなり離れてるんですよ。5か6ぐらい離れてるので、ほとんど関わり合いがなかった、メンバーがあるんですけども、本当に24時間ライブの時も出ていただきましたが、仲良くしてるな、本当にチームのメンバーとコミュニケーションうまく取られてるなというような印象を受けましたね。はい、そしてレッツハドルさんから、あ、意外にもロースコアなゲームになると予想しますというようなコメントいただいてますが、ちょっとざっくばらんにですが、工藤さんどうですかこのゲーム、だいたいどれぐらい何対何もみたいな、もしいただければ。まあブルザイズが勝つんだったら、はい、うん、10対7とか12対いくつみたいな、うん、なんか本当にローみたいな感じもありうるかなっていうのは思っていて、うん、まあブルザイズが負けちゃう試合になるとしたら、まあ、35とか28とか取られそうですよね。で、1本35対7とかで、ブルザイズが負けるパターン。で、逆にブルザイズが勝つパターンは14とか17ですね、ごめんなさい。の得点が入って、7で終わると。で、1本しか取らせなかったっていう形かなと思います。どちらかかなと思いますね。そうですね。私もそういうイメージですね、やはり。ウルザイさんのディフェンスがしっかりとこう崩壊オフェンスを止めきることができれば、もうブルザイズの勝利は固いかなという気はしますが、逆にパスが序盤から通ってしまうと危ういのかなというような印象もありますね。そうですね、はい、そう、本当そうですね、結構。まあ
なんとも言えないですよね、うん、本当に一概にこうとは言えない試合だからこそ楽しみだなと思います。そうですね、本当にあのね、先ほどありましたけどブルーズトライアックスもそうですし、うん、このゲームも全く読めない、非常に楽しみなゲームですね、うん、本当にあのどちらが勝ってもおかしくないなっていうのが個人的な印象ですよね、うん、そうですね、本当に簡単ではないですよね、どう考えたってね、うん、両チームとも一筋縄では勝てないだろうというところですが、うん、はい、そうですね、なるほど、ヤマピーに厳しいというような、ね、コメントもいただいておりますが、先ほどの件ですね、はい、アナの飾りですさんからホークアイの逆転勝利でというようなコメントもいただいています。ホークアイさん、そうですね、今シーズンレギュラーシーズンはそういうゲームも多かったかなというような印象もありますし、意外と X2 ウエストは実力がこうそんなに差がないというような印象もありますよね。高次元で均衡してましたね、本当に、うん、すごかったなと思いますね、はい、まあ、今現在私も月曜からアメフトをスポンサードさせていただいているトライアクシスジェスターズとホークアイの試合の時も、まあ、序盤はジェスターズが、やや優位で進めていて、まあ、先制もジェスターズ先制っていうような形だったかと思うんですが、まあ、結果蓋開けてみたらホークアイさんがまあ勝利してたっていうような形ですよね。だから本当に、まあ、そういった逆に言えばホークアイさんにも穴が多くあるっていうところはあると思うので、うん、いや本当おっしゃる通りだと思いますね。うん、そうなんですね。はい、上谷さんは今年首相になられてから、チームの在り方やスポンサーの集めスポンサー集めなどかなり精力的にチーム作りをされましたということでね、おっしゃってましたね。ホークアイ今シーズン始まった時、メンバーが十何人しかいなかったんですよね確か、うん、でもやっぱキャプテンになったからには面白いゲームをしたい、上を目指したいということで、まあ、自らメンバー集めだったりとかを積極的に集めた結果がこれと面白くしすぎですね。面白くしすぎですね。たった1年でね。まあ、もともとは、まあ、X1 にも、いたホークアイですから、まあ、果たしてまた戻ることができるのかというところですね。まあ、東と西のね、こう、意見のぶつかり合いといいますか、うん、本当に意地のぶつけ合いな感じがして、ね、僕からするとすごく楽しみですね。いや本当に楽しみなゲームです。ぜひ皆さん、2日後、まあ、もちろん現地で見ていただくもよし、甲子園ボールの会場から YouTube で見るもよし、家でお酒でも飲みながら、ポップコーンでもかじりながらですね、YouTube をご覧いただくもよし、ぜひともですね、本当、今年注目のゲーム、来季にね、来季のレギュラーシーズンにも関わってくるゲームになりますので、ぜひそちらも、ご注目いただければと思います。さあもう2時間近く、まあ、2時間はまだ経ってないんですが、もう話し続けてですね、事前に両チームからいただいた、資料も全て、使い尽くしましたので、そろそろおいとましようかなと思っておりますが、どうでしょうか工藤さん。まあ明後日は、工藤さんに、解説も入っていただきますが、まあその2日後のゲームについて皆様に最後に一言いただければと思うんですが、まあそうですね、結局タレント力が発揮される等々いろいろ捉え方はあると思うんですけれども、本当にスコアが予想通りにいかないのが X1 エリアの絡んだ試合だと思います、正直、はい、ね、別のチームで申し訳ないですけど、誰が警視庁のあそこまでの活躍をね予想したかった話ですし、そうですね、はい、本当にそういうのがあるのからこその X1 エリアの面白さだと思うので、入れ替え戦も X1 エリアだと思えば、予想通りにいかないと思いますけれども、そこを楽しみに、なんか大どんでん返しとかいろいろ想像以上のこともいっぱい起こりますけどね、見ていただければなと思います。はい、ありがとうございます。本当に息もつかせぬようなゲーム展開を私も期待しております。
工藤さん、本当にあの金曜日の晩にもかかわらず、ゲスト出演いただきありがとうございます。また2日後の、ライブ配信でもお会いいただければと思います。はい、はい、では、ここでまず工藤さんには、退席いただいて、まあ、最後もう、2分ほどで終了させていただければなと思います。はい、工藤さん、まずはありがとうございました。ではまた2日後よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼いたします。はいはい、では皆さん、ありがとうございました。長い長時間にわたりありがとうございました。約2時間近くですね、ライブ配信させていただきました。誠にありがとうございました。2日後の試合入れ替え戦、2試合となりますが、ぜひ、朝からですねご覧いただければと思います。実況は私、月曜からアメとパーニー、そして解説には X リーグの、ね、解説員でもあります、工藤さんに、入っていただきますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、では皆様、またね、このような形で、月曜からアメフトの、新たなコンテンツとして、この不定期開催ではありますが、バー MFC をねどんどん開いていって、 Zoom を使ってね、以前は8月に24時間ライブをさせていただきましたが、同じようにですね皆様と交流する機会、これはもうフットボール関係ある方だけではなく、いろんなお客様を、お呼び立てして、アメリカンフットボールの魅力について、語っていければと思っております。もしかしたら例の店長も出てくるかもしれませんね。はい、では、皆さん本当に、このね9時からねもうゴールデンタイムの時間ありがとうございました。最後までありがとうございました。私このMSC のマスターでありますパーニーがお送りさせていただきました。では、お楽しみ、また次回の、ライブ配信でお会いいたしましょう。ありがとうございました。では失礼いたします。